はい、アサラマライ君、皆さん、こんにちは。アーミルへお元気ですか？代々木ゼミナール世界史講師、佐藤幸雄です。ちょっと変わったでしょ、雰囲気。角度も。実は、先週引っ越したんですよ。カイロの街の真ん中、もうちょっと言うと、ナイル川の中州に住んでたんですけど、もうあまりにも古い、汚い。あとは、車が多くて、子供が散歩できない。っていうんで、そこから75キロぐらい離れた、東の方です。ニューカイロと呼ばれる場所に引っ越してまいりました。まだ引っ越して、1週間経ってないので、ちょっと部屋の中ぐちゃぐちゃで、今回はとりあえず仮設という形でこんな感じしたんですけど、見にくくはないですかね。しばらくこれで皆様にはお伝えしようと思ってますので、よろしくお願いします。本日もニューカイロの、事務所からお伝えします。さあ、それでは、中世ヨーロッパ、とうとう、2回目になりますね。で、後半はどうなるかというと、具体的な国が出てくるので、量は多いけれどもやりやすいという話をした。ただ一つ問題あるのは、まあ、今書いてあるんでここなんですよ。これは意外と面倒くさいです。まあ、みんなが苦手な社会経済史なのでね、実際今日少し問題作ってみたら、ちょっと難しかったかなと思うんですけれども、実際にどんなものかやってみましょう。で、それ以外に関してはここに説明している地域別に出てくるので、まあ、量は多いんですよ。だけれども、あまり複雑なところがないので、できやすいのかもしれません。覚える量は、以前回よりは多いと思いますけどね。実際問題解いてみてください。それでは解説しましょう。こちらです、どうぞ。さあ、第7項になります。中世の、まあ、展開っていう感じになるんですね。さあ、それでは早速の問題です。本当はこの地図をね、まあ、絵というか、絵を使って問題作ろうと思ったんですけれども、ちょっと次第だったら作れたんで、これ、ネルトリンゲンと呼ばれる、有名な中世都市、ドイツの街です。で、実際にはこう守れるように、この星形をしてるっていうのは有名なんですね。で、真ん中にマルクト広場というのがあって、まあ、教会があるんですけど、これ、今でもあります。なんですが、今回のポイントは何だったのか。中世都市にはよく出てくるものとして、いわゆる、自由という言葉があります。で、今回は先生の言葉を借りて、自由というのは2種類あるんだと。で、これは実は、昔、一橋の論述問題で、これを書かせる問題が出たんですよ。ただ、僕、あれいいなって思ったのは、その中世都市の概念なんですね。なんか、中世都市っていうと、みんなが自由に、なんかいろんなことを経済活動してそうな感じじゃないですか。なんでかっていうと、中世都市の反対が、荘園ですから。荘園っていうのは、領主によってがんじがらめにされてるってイメージがあるでしょ。で、それと比べてみれば、中世都市は自由なイメージがついちゃうんですけど、実はそうじゃないんですね。っていうのが、実はまあ根本的に分かってる必要があるってことなんです。これは、なんでしょうね、旅とかしていて、こういう中世都市の後に行くじゃないですか。すごい綺麗で、女の子とかはキャーとか言って可愛いとか言うんですけど、実は その中世都市の中っていうのは意外とドロドロしていてですね。で、もう自由も規制されていて、お金持ちじゃない人をいじめるみたいな構造が残っていたんですよね。で、そういうのを知って旅はしない方がいいと思うんですね。だから残念な感じになります。で、見てみると、先生が言ったのは、2つのイメージがあって、1つはね、書いてある通り、荘園で苦しんでいた農奴たちが中世都市に逃げ込んできます。で、それで助けてあげる。1年と1日で自由になれる。っていうね、それが実はこの問題に出ている都市の空気は濃度を自由にするということがあるんですね。で、これが1点。で、もう1点の自由っていうのはちょっと色を変えましょう。そのもう1点の自由っていうのは、都市の実際に住んでいる人たちの生活や経済活動についてです。で、それに関しては、もう皆さんもちろん知ってる通り、ギルド。これ危ないんですよ。日本だとザっていうんですよね。星座のザです。ザって言います。で、例えば、ほら、織田信長だったっけ？昭和でした。豊臣秀吉ですよ。楽市楽座って言って、楽市楽座の楽っていうのは自由にするって意味ですから。なので、ギルドを辞めるっていう。昔からギルドってのはあったんです。日本にもね。もちろん、ヨーロッパの古いですけど。このギルドという言葉は自由を規制するものっていうふうになるんですね。で、都市の内部にそれで対立を生んだ。だから、自由じゃないという使い方をするっていうんで、前者と後者が2つある。っていうのを、この A の人と B の人の言葉で本当は分からなきゃいけないんですよ。説明してくれてるんです。だけど、それを C の人が A と B の意見をまとめてみたっていうふうなことで、そのまとめた内容をこの4つから選びなさいっていう、なんかやや読解力みたいな問題なんだということなんです。で、まとめてみると、今言った通り、これは濃度解放を意味していて、
で、都市の対立というのは、もちろん商人ギルドと動植ギルドの喧嘩です。商人ギルドが威張ってるんですね、お金持ちで。で、それで動植ギルドが参政権で、ね、自分の権利を求めて挑む。動植ギルドはカタカナでツンフトって言います、ラテン語で。だからツンフト闘争なんていうふうに教科書に書かれているんです。っていうことなんです。だからなんとなくこう自由がありそうでないっていう意味で、ちょっと間違いやすかったのは実はここなんですよね。ちょっと見てください。この農奴も商工業者も手工業者も自由があって、お互いに権利を主張するなんて、これ、いつのことを言ってるんですかね。確かに争いはありましたよ。まあ、これは権利を主張してっていう意味ではあるんですけど、別に自由があるわけではないわけなんで、この辺にやっぱり丸をつけちゃうと、ちょっと時代錯誤かなという気はします。で、一方言えることっていうのは、これですね、この言葉です。この自主独立の精神なんて言葉も、なかなかこういう言葉っていうのは、この時代は使わない。普通、自主独立の精神って言うと、植民地に移動した人。例えば、イギリスの植民地、アメリカに移動した人たちのことを自主独立の精神があるとかね。そういうふうに使う、こういうところではあんまり使わない。近現代じゃないとも使わない言葉です。ちょっと啓蒙思想っぽいイメージです。だからまあ、意図は選ばないし、どう見てもあの文章の中に中世都市が軍事都市なのかっていうと、まあ、ローマ時代に作られたものは軍事都市ですよ。だけども、これは軍事のためにあるものではないですからね。まあ、武装しているのはもちろん武装してますけども、武装してるから治安が悪いわけではないので、なんか取ってつけたような言葉なんですね、ここら辺はね。で、結局、まあ最終的に言いたいのは、ご存知の通り、ここに書かれている農民たちを自由にするのと、経済活動は自由じゃないっていう、まあ自由の二面性の使い方。で、後者の方はこれ、ツンフト闘争の自由は争いで獲得したっていうね。これは、動植ギルドたちが商人ギルドから、これは教科書に書いてありますけど、権利を取るっていう話になります。だから答えは A が正解という感じになるんですね。これがやっぱり一番難しいです。今回の問題の中で。ただまあ、当たり前のことを選べば A しか選べないんですけど、まあ、知らない人にとってみればちょっと難しいかなと思います。さあ、それじゃあまず最初に、まあ、中世都市の続き、都市同盟ですね。で、それを見てみようということになります。で、もちろんですが、まあ、同盟、まあ、同盟っていうんで、まあ、いわゆる2つの同盟の違いを聞くっていう感じですね。でも、A の場所、どう考えても北ドイツですから、ハンザ同盟に決まってるんですけど、まあ、一応、こういうふうなものは、まあ、似たもの同士っていうんで、ね、必ずチェックしなきゃいけないと。なんとか勉強したと思いますけど、ハンザ同盟の場合には北ドイツ、ノーバリー同盟の場合には北イタリアということで、まあ、ハンザ同盟は基本的に、商業に関する、都市同盟ですけど、軍事的な力も持ってると。で、盟主っていうのはね、このリューベックですけど、ちょっとハートでつけましょう。この辺がリューベックですね。で、ハンブルク、例えばブレーメン、ね、あとはこれブリュージュ、ロンドン。この辺もハンザ同盟との、まあ、拠点が置かれている。これが、ラトビアの首都リガとかですね。っていうところで、まあ、ほぼこの地域ですね。この地域っていうと、どんな、地域かというと、もちろんバルト海。で、左側が北海と。だからこれはもう北欧が苦しいわけですよ。これやられちゃうと。だから北欧がこれに対抗するってことになる。一方、ロンバルディア同盟。で、今ここには載ってないんですけど、場所で言うとこの辺ですね。この辺がロンバルディア同盟になるんですけど、これは、もともとは、まあ、軍事同盟みたいなものです。これは、神聖ローマ帝国の皇帝ですね。神聖ローマ皇帝が、北イタリアに侵入しようとするのを、対抗しようとした。もちろん、皇帝側につく人たちもいたんですね。で、これがギベリンとゲルフって覚えてますか？音かしかない。ってことは、あと残りの方は、もちろんスラブ人の問題。ということになります。で、これは以前も言いました。東西南北が出てきたら、まあ、ここがキーワードなので、かなり気をつけなきゃいけないんだということです。で、今回はっていうんで、一応、まあ、狙ってみたんですけど、地図の方見てください。この地域ってウクライナですよね。まあ、ウクライナとロシアの戦争自体が出るとはもちろんないと思うんですけど、やっぱり自治的な関係が出やすいのは、昨年の入試問題とか、その一昨年の入試問題ですね、その前の年の入試問題を見ても分かる通りです。まあ、昨年はウイグルの場所を聞かれましたし、なので、まあ、このウクライナ、もしくは小麦の問題とかなんか出るかもしれないですけど、まあ、一応、ウクライナ、ロシアといったら東スラブの代表です。なので、回答は、いいになるよって、こういう感じのお話になります。よろしいですか。まあ、こういうのは、もう本当に知識勝負の問題になるので、ちゃんと覚えておかないと点は取れない話です。で、この後3番に行くとき、3番は C と D を使います。
これね、確認すると C、イベリア半島と、あとは D、この場所分かります？ここ。つまり、バルカン半島からトルコにかけてですから、ここにあったのは東ローマ帝国ですよ。つまり、今回の質問は、イベリア半島、つまりスペイン、レコンキスターだね。それと東ローマ帝国についての問題だということ。そんな程度です。だまあ、ここから東ローマとイベリア半島を選んでもいいんですけど、まあ、せっかくだから、あから順番に一体これ何を説明しているのか。ね、こんな大雑把な感じなんですよ。例えば、あの場合、過去の大帝国の、大帝国はローマのことですけど、の後継者であった、つまりフラン公国ですね。で、次第にその権限は弱体化し、国は分裂していったって考えると、まあ、それは神聖ローマだろうなっていう話です。あと、元の支配民族が支配を拡大しようとした。これ、実はゲルマンのことなんですよ。で、ただね、それがゲルマンだと気づくかどうかっていうのは、ここなんですよね。これです、これです。この辺かな。中世の勉強で2つの国が手を結んで1つの国を作るっていう、こういうのっていうのはあんまりなかったと思うんですよね。細かく覚えるというよりは、そんなのがどこであったかなっていうふうに考えたときに、そういや、ポーランド・リトアニア連合国、ヤゲウォ朝ってドイツ騎士団に対抗するために手を結んだな。まあ、もしくは、あとスペインでしょうね。スペインもこういうふうな、アラゴンとカストリアと。で、イスラムに対抗したってありますけど、これ、元の支配民族が支配を拡大しようとしたことに対抗とすると、ちょっとレコンキスタではない感じをしますよね。なんで、この部分は、まあ、イベリア半島としては、ちょっと選べないっていうことかもしれません。で、首都を何度も攻められる。それを守りきる。この言葉自体がもう東ローマの代表的な言葉ですよ。これ、これ。この何度も攻められたけど、守りきったっていうのはもう、コンスタンティノープルの特徴です。でも最終的には滅亡しました。なんで、イスラムによって滅ぼされたんですよね。で、今回は革命によって、だからこれ東ローマの話なんだ。東ローマの話なんだけど、間違ってるんですよね。っていうふうなことが、まあよくある戦後の作り方です。実はもう一個東ローマがあるの気づきました？実は王が東ローマなんですよ。それは領土の縮小とともに公用語を、これラテン語だったのギリシャ語に変えますね。で、これ軍官区制ですよ。あとはギリシャ正教会、東方正教会の一番偉いトップになったっていうんで、実は王が東ローマなんですね。なので、答えは東ローマ正解なんです、これ、実は。これ正解なんですよ。だから D の方の正解になるってことです。こういうふうなのは、うかおっていう形で迷うっていうふうにできてる。ちゃんと二択になるようになってるんですよ。で、さっき2国が手を組んだで引っかからないようにっていうんで、いいと、実は A がそうなんですね。A が答えになるんだけど、長い宗教対立でイスラムとキリスト教の対立です。でも、これ重要なんですよ。喧嘩しながらも文化交流があって、で、学問の伝播や融合が行われた。例えば有名なのが12世紀のルネサンスですね。イスラムの文化が、ヨーロッパに入るのはイベリア半島とかシチリア島から入ってきます。で、この長い宗教対立はもちろんキリスト教とイスラム教のレコンキスタのこと。ってことになってきますね。これはイベリア半島の話だってことが分かるので、正解だ。こういうふうになるわけです。まあ、もちろん一番最後は、どう見ても国王の執政って書いてあって、身分制議会で任員制ですが、このイギリスですよね、どう見てもね。まあ、これはジョン王のところからってことになるので、プランタジェネット。こういう感じで、いわゆる、これ以前も話しましたけど、抽象的なイメージからどの地域かを当てるという力が必要なんです。で、これ教科書レベルですよ。教科書レベルの単語を使って説明してる。全然だって具体的な人の名前とか出てないでしょ。戦いの名前とか出てないでしょ。それで当てられるのが共通テストの特徴なんだよね。覚えてみましょう。再び女性誌を作っちゃいました。この時代は女性の活躍が多いですね。で、もちろんですよ。問題解く前に、この3人が誰かを当てるっていうのはもちろんのことですよ。絵を見て当てたらすごいですね。まあ、真ん中がジャンヌ・ダルクだっていうのはなんとなくパッと見てわかりますけど、もちろんヒントはあります。ヒントないとそれは無理です。で、どこでわかるかって、例えばこれ、北欧の国。これデンマークですけど。で、都市同盟。これがいわゆるハンザ同盟ですね。ハンザ同盟対抗としようとしてカルマル同盟を作った。でも、ハンザ同盟も出ないし、カルマル同盟も出てこないし、答えはもちろんマルグレーテ。ですけど、マルグレーテって名前さえ出てこないですよ。でもそれでいいんです。それが共通テストの特徴なんです。単語を覚えるんじゃなくて、その雰囲気、様子、抽象的なものを知るってことなんですよ。で、そのカルマル同盟っていうのは、具体的に言ったら、デンマーク、スウェーデン、そして、ノルウェー。で、まあ、もちろんフィンランドもアイスランドも入りますけど、っていう意味では、回答はもう決められていて、
聞く可能性があるのはこれと、これ。つまり、うとかしかもう選択肢に答えないわけですよ。で、次に出てくるのが、自国に攻め込まれた敵国を撃退するために、皇太子の即位、これ、国民の結束、この辺じゃないですか。ね、国民の結束、フランスをバラバラになってるからね、みんなで結束しましょう。で、自国で攻め込んだ敵国、これイギリスですよね。っていうんで、回答、これが、ジャンヌ・ダルクと分かるってことです。でもまあ、実は選択肢の中にヒントがあって、彼女の国、つまりフランスですけど、が、勝ったか負けたか。だって、イギリス人で彼女っていう人たちが出てきてないじゃない、100年戦争で。で、フランスは逆転勝ちするわけであって、そうすると、この中で正しいのは逆転勝ちをした、逆転勝ちした、逆転勝ちした。で、選択肢はこれしかない。ってことで、もうこれで回答は、うって分かっちゃったんですけど。だけど、もう一個見てみると、ここに、女性がいます。じゃこの女性は何者なのかっていうんで見てみると、隣国の王子と結婚した。これで教えてるのって多分もうフェルナンドとイサベルしか教えてないと思うんですけど。あとこの宗教的勝利というのは、まあ、具体的にイスラム教を追い出したことと、スペインを作ったこと、アラゴンとフェル、カステラくっついたね。っていうふうな意味で、最後は、世界一周を支援したか、敵国の首都、これナスル朝グラナダです。グラナダ。アルハンブラ宮殿のあれを落としたかっていうんで。で、この世界一周支援って、この人コロンブス支援したの覚えてます？で、コロンブス世界一周してないから、もちろん世界一周支援じゃない。で、あえて言うならば、世界一周っていうと、ごめんなさい、マゼランです。で、マゼランを支援するのは、この人のお孫さんになるんですけど、カルロス一世が、マゼランを支援しています。なので、まあ、それと、まあ、合致するかっていうと、ちょっとそれは難しいですよね。ってことは、まあ、世界一周では少なくともないので、たら、これと、これと、ここでしか書いてこない。ですよね。っていうふうに選択していく問題なんです。あ、ごめんなさい。これ、誰かというと、イサベルですね。っていうことになります。なので、回答は、もちろん、言うと、こういうふうになるわけですよ。だこれはもう、知識も必要ですけど、イサベルっていう名前とか、マルグレーテっていう名前自体を知らなくてもいいってことですね。ジャンヌ・ダルクがジャンヌ・ヘルクでもいい。ジョンヌ・デルクでもいいみたいな。で、こういうところが、やっぱ、次第とは違う。ということなんです。イサベルだっけな、エリザベスだっけな、でもスペインの王だったことは覚えてるな、みたいな程度で取れるっていう。だからまあ一問一答で、一生懸命人の名前の知識を入れようとしてる人は、あまり効果がないってことが、こういうので分かるってことですね。例えばどういうところを見るかというと、例えばですよ、飛鳥時代ですね、はローマが東西に分裂した時代と同時期で気候変動激しいですね、ほら。激しいです。ただ、ローマが分裂したのって、いつかっていうと、395年ですよ。トデブです。で、395ってどこかっていうと、ここら辺じゃないですか。でしょ？この辺ですよ。2番目です。で、2番目は中世西洋において生産力が向上したのは、これはもちろん何度もやってますけれども、牛耕とか、あとは三歩制とか、油林鋤とか。っていう、いわゆるこの技術革新ですね。これがきっかけだと言われたんだけど、実はそれだけじゃなくて、暖かい気候も影響してるんじゃないのっていうふうにされているのは、これ中世っていうのが書いてあるじゃん。温暖だよって書いてあります。全体的に温暖なんですね。だから物がいっぱい取れたよっていうことになるんで、これはだから正解の可能性が高い。絶対正解っていうのはこれは言えないですよ。だから一応正解の可能性が高い。ってことは他の罰を探せばいいわけですよ。2つですから。で、あと、偶然にも十字軍が終わり。ってことは、十字軍が終わった年が分かんないと、気温が高くなってることが分かんないので、十字軍が終わるのは、じゃあ、いつなのかっていうと、1291。まあ、皆さんのイメージは、ローマ教皇が衰退するきっかけになってるわけですから、ローマ教皇衰退って13ペケペケでしょ。14世紀と覚えなきゃいけないから。そしたら、まあ、それのちょっと前って考えると、実際に10、どこですか？ 13、ここだね。この辺です。この辺が十字軍が終わった後になります。急激に一挙に衰退してますけど、あ、寒くなってますけど。で、よく見ると、なんて書いてあるかというと、気温は、高くなってるってね。誰が見てもこれ低くなってますけどね。っていうことなので、これは結局十字軍の年代が間違ってると分かんなくなっちゃうってことですね。で、次、グラフの最初のペストの流行、ここですね。ここですね。ここです。この流行の時。で、この時っていうのは、100年戦争中だと書いてあります。で、これはペストの流行と100年戦争の年代を覚えなきゃいけないのってなるんじゃないですか。覚えた方がいいんですけど、でもまあ覚えなくてもですよ。教科書には100年戦争の説明のところでペストが書かれてるわけですから、一緒のページにあったなって覚えてればいいわけです。
実際に言うと、ペストの流行は14世紀半ば、1、3、真ん中ぐらいですね。シスマとかのちょっと前ぐらいです。で、100年戦争が始まったちょっと後ですから。なので、まあ、そういう意味もあって、まあ、大きな影響を与えたってすごい抽象的なんですけど、まあ、もちろんいっぱい人が死んだ。あれ、ペストだから死んだだけじゃなくて、100年戦争で栄養失調だから死んでるんですよね。っていうのを知っておかなきゃいけないんですよ。だから、世の中がこう乱れていないときに、こう、なんていうんですか、伝染病が流行してもうまく抑えられるんですけど、やっぱ戦争が激しいと、やっぱダメですよね。広がりやすい。ということです。ということで、A は、これも正しい可能性がある。で、最後、に関しては、これ間違ってればいいんでしょ、本当は。で、日本の江戸時代、天災が多かった。なんとか飢饉。まあ、これ日本史なんですよ。でも、やっぱり世界史ある程度日本史出るよって言われてるので、江戸時代に少しなんとか飢饉が多かったのは、ここ見てわかる通り寒かったんですよね。だから、確かに飢饉が起こりやすいっていうのもある。が、実は何が間違ってたかというと、これ、ここ間違ってるんですよ。中世の末期である。で、そうすると、ここ、ちょうど寒いとこって2回目のペストでしょ？で、上がってみると、この辺なわけですよ。この辺でしょ？この辺です。寒いの。寒いのにハートつけるのも変ですけど、ハートです、この辺。っていうふうに考えたときにですよ。これ中世じゃないでしょって。だってもう1500年とか1600年ですから、もう近世になってますよね。だから、中世の末期ってどこかって言ったら、この辺が中世の末期なんですよ。だから、そんな時に、ちょっと時代がずれてますね。っていうんで、×になる。っていうんで、答えは糸へっていう。で、結局、やっぱある程度年代が取れないと、ちょっとこの辺は点が取れない。でも、まあ、年代できなくても取れるっちゃ取れますけど、知っといた方が便利かなということになります。以上。ということで、今回はこのような感じになりました。で、最後に。まあ、これちょっとお話しましょう。実は、グラフの問題って、気候と人口のグラフってテスト出やすいんです。作りやすいんです、我々も。で、なんでかっていうと、気候が温暖だと、生産が向上するとか、あとは、気候が悪いと病気が流行ったり、不作が多い、人口減少するんですね。っていうふうなもので読み取るってことができるとか、あとは人口の問題。人口が減少するときっていうのは戦争とか疾病のとき。逆に、疾病や戦争が起こると人口が減少してるっていうグラフになるし、逆に商工業が発展したり、国がバラバラになってるのが1個になると人口が増えます。一方、だから人口が増えてるグラフを見たら、この時代っていうのは商工業が発展していて、あ、バラバラになったのが1個になったんだな、国が安定したんだなとか、絶対汚染が起きたなとか、そういうので分かる。だからこういうのっていうのは当たり前なんだけど、世の中のね、世界の歴史の中では、気候と人口の分布やこのグラフっていうのは、歴史を読み取るのにはすごいいいキーワードになってるよってことは気をつけておいてください。だから出やすいってことは言っておきます。はい、最後。うわ、邪魔。ということで、今日のチェックポイントになります。4つ。まず1個はさっき言った農業技術について、ちょっとこれはね、変化を知るってことで、この後ちょっと説明します。あと、類似品。今回は同名にしました。なので、皆さん、ちょっとだけ今回同名を少し勉強しましょう。あとは、ヨーロッパ下げたとき、地域して勉強します。あと、年代暗記。ね。全般、よく聞かれる、どこまで暗記していいんですかとか聞かれるんです。実際、共通テストの場合には、暗記しなくても9割は取れます。ね、だそれは、皆さんが選んでくれればいい。やるかどうかはね。で、先ほど通りおまけとして、気候と人口のグラフは出やすいから、考え方は気をつけておきましょうと。で、これは暗記するもんじゃないからね。実際に出たときに対応できるかどうかってことになります。ということで、じゃあ最後、ホワイトボードで確認して終わりにしましょう。それでは入りましょう。チェックポイント7です。今日もね、時間がないので、できる限り書いちゃいました。まず、後で写しておいてください。まず1個目、都市の特徴と、農業技術について、まず都市の特徴についての問題のポイントっていうのは、都市の特徴と農村の特徴の違いです。でも、農村の特徴っていうのはもうみんな勉強しました。荘園制です。まあ、荘園の、領主と農との関係とか、どういう感じで変化したか、これも、これ変化ね。これは気をつけなきゃいけないことと、あと農業技術です。さっき言った牛耕とか三方制とか、あとは油林石とか、あれってのは11世紀なんですね。中世の農業技術です。でも、産業革命に影響を与える18世紀の農業技術の変化、例えば四輪作法とかですね、
あとエンクロージャーなんていう、まだやってないけれども2回あるんですよ、農業技術。僕ね、農業技術の発展のことを僕は農業革命っていうふうに呼んじゃってます。基本農業革命っていうのは18世紀しか使わないんですよ、本当は。だけど僕は11世紀も農業革命だと思ってます。2種類あるんだってこと、これが混ざって出てくるので注意しましょう。さあ、そして類似品の同名です。こんな一般ですよ。これまだ近代までで、もちろん現代になればもっとありますけど、例えばこれギリシャヘレニズムですね。後で調べてきな。ギリシャヘレニズム覚えてます？デロス同盟、ペロポネスス同盟、コリントス同盟、これ喧嘩しますよね。あとは中世に入って今日出てきたハンザ同盟、ロンバルディア同盟で、ハンザ同盟とカルマル同盟ね、これが対立。これ都市同盟じゃないですよ、これは国家同盟です。あとは近世に入るとルター派が作ったシュマルクレーン同盟と、オランダ独立する時のユトレヒト同盟ですね。これオランダです。これはルター派、まだやってないからやった時にもう一回確認して、でその後少し進んでアメリカ独立の時に、アメリカ独立に対して中立を保ったロシアがね、作った武装中立同盟とか、あとは、ルイ16世が処刑されたフランス革命。やっぱりルイ16世ってどうなんでしょう、皆さん悪いイメージがあるのかな。これはまあフランス革命の授業の時で聞いた方がいいかもしれませんが、まあ、悪いっちゃ悪い、どういう観点で悪いっていうのかもよりますけど、立憲王政ですから、あの時って憲法あるんですよ一応。でその憲法ある、それの王様を民衆が処刑するっていうのは、まあイギリスから見たらやりすぎなんです。それはそうですよ、イギリス立憲王政ですね。立憲王政認めないってこと、イギリス認めないってことなんですよね。だからイギリスを中心として、そんなフランス、つまりあまりにもやりすぎてるフランスをみんなで包囲しようなんて同盟ができたりします。これもやりますから、もちろん。でまああとは19世紀20世紀になって、例えばほらみんな知ってる日英同盟とかね、三国同盟とか土仏同盟とか、ああいうのはたくさん出てきますから、19世紀から20世紀でも。まあなんて言っても危ないのはこの辺です。こういうふうに、まあ同盟の世界史っていう言い方をしますけれども、本当に知らないと全然わからない、点数取れないっていうところなので、まあ知識レベルになっちゃうけど気をつけておいた方がいいかもしれない。さあ、そして皆さん、中世ヨーロッパ地域史で勉強しましょう。こっち側来ると暗いね。ここにライトがあるからか。こっち側の方がいいね。でね、これは何なのかっていうと、みんなが勉強するときにこうやってやってねってことです。だからこれ、ヨゼミの授業を受けてる人はこうやって教わってるはずです。つまり中世を教科書別に前から順番にやっていくと、間違いなくわかんなくなっちゃいます。絶対。だからそうならないように、じゃあ今日はイベリア半島の話をしましょう。ね、今日は神聖ローマ帝国の話、東フランクから話しましょうと。あのフランクが分裂してからの話をしましょうとか、北欧の話しましょう。スイス、まあこれ、ドイツとスイスは一緒の方がいい。なんていうか、スイスって神聖ローマのハプスブルクから独立してるので一緒の方がいいと。で、イタリアは3つだね。北イタリアと、真ん中のローマ教皇と一番下の南イタリアの領シリア王国っていうんで、まあ、3つに分けて覚えましょう。あとはここはスラブで勉強しましょう。その代わり西と東と南、あとはマジャール人とルーマニア人がここにいるんだよね。これはスラブじゃない。でそれも東ローマとの関係、それぞれのね、影響を受けてるのか受けてないのか。なんで東ローマは皇帝の特徴とかを覚えて変化してくる、すごく良かった時と遅れてくる時いうふうに分けて、まあ十字軍も出てきますから気をつけるということです。で一番最後にイギリスフランスやった方がいい。なぜかというとイギリスフランスだけ知識が必要になってくる、かなり細かい。なぜかというとこの2つで2回戦争してるの知ってます？ジョン王の時に1回と、いわゆる100年戦争で1回。ジョン王の時の戦争っていうのが13世紀の初めです。これがジョン王の時の戦争ね。で100年戦争って14世紀から15世紀でしょ。2回戦争してるんですよこの2つの国で。これを混ざってやっちゃうと分かんなくなっちゃうんです。で何が分かんなくなっちゃうかというと、これとこれ、つまり縄文の時の戦争とこの100年戦争って別のページにあるんですよ教科書。だからまた出てきちゃうって感じになっちゃうの でイギリスフランスも別々に説明されてるから、なんで僕はこれ全部終わった後最後にこれをやるとか、最初にこれやってから全部やるとかっていう風にしてイギリスフランスは分けてやる。テストもそう出てきます。で横のつながりは出てこないので、今みたいに分けて地域して勉強するのが中世の特徴だと思ってください。でこれ結局近代に入ればイギリス絶対要請、フランス絶対要請、スペイン絶対要請、まあ、ここにオランダが出てくるでしょ。でここにスウェーデンが強くなるんですね。でこっちはロシアが強くなる。でこれは滅亡しちゃってイスラムが入ってくるでしょ。でこんなところテストにほとんど出てこないですね。これ近現代になると出てくるっていうふうにつながるわけよ絶対要請。
なので勉強法としてはこれが一番です。最後、4番目、グラフの読み取りは年度暗記だということですね。よく言われる、どこまで暗記したらいいんですか、何個暗記したらいいんですかって、そんな知るかだけど結局のところはですよ、教科書に載ってるものを全部暗記しようとしたらそれは300個ぐらいになっちゃうんですよ。次第の人は必要です。でも共通テストの人が必要かっていうと、例えば、2021年の共通テストで2002回あったね。で、2022年の共通テスト。合計で、まあ、正式に3回テストがあったんですよ。その3回のテストで、年代を知らないと解けない問題っていうのが、すべて9点です。すべて、どのテストも全部9点でした。つまり3問出たってことです。ってことはですよ、年代を覚えてなくても91点取れるって言ったのはそれが理由です。でも、どうしても満点取りたい人っていうのは、やっぱり年代暗記しないと満点取れない問題があるってことです。それは自分で決めてください。それ満点取りたいんだと。でもね、普段60点しか取れない人が満点取りたいっていうのはおこがましい話ですから、常に8割5分、常に9割取ってる人が満点を狙うんだったら最後は年代なんです。最初から年代をやるなんていうのはもうとんだ愚策です。もし覚えるならば。覚えるポイントは、なんとかの戦いとか、なんとか戦争とか、なんとかのなんとか、なんとか革命とかは出やすいです。特に革命の場合は、革命の中が並べ替えが出るんです。例えば、フランスの、革命の並べ替えとか、イギリス革命の出来事の並べ替えとかっていうのは物語として覚えるんですね。あとは王朝の変わり目。イギリスだったら、例えば、プランタチネット朝、ね、テューダー朝の始まる、スティワート朝の始まる、ブルボン朝の始まる、ね、バロワ朝が始まる年とかなんて覚えた方が便利だし、イスラムになれば、イスラムの王朝が始まる大体の年代。まあ、一桁二桁間違えても構わないから、世紀ぐらいは合ってる。これはね、世紀で、もし年代を覚えられなかったら正規でも十分なんですよ。次第はダメだよ。次第はダメだけども、正規が分かるだけでも全然戦える。あとは、なんとか条約とか、なんとか会議とか。あとは、なんとか法とか、なんとか制度。これは中国もそうですけど、まあ、こういうふうなものは、やっぱりテストでは出やすいんですね。そのグラフの中で、なんとか戦争は、とか出てきて、そのなんとか戦争がいつから始まったのか分かんないと、もう到底解けない。今みたいなことで。で、これはもう、最終ですよ。だから今から点数取りに行くためにやることではないと思っておいてください。さあ、以上でヨーロッパ中世は2回やっておしまい。で、次回はとうとうイスラムに入ります。通常次第だとイスラムは2回の授業でやるんですよ、ヨゼミだと。でも、この共通テストの授業は1回でイスラムの前半、オスマンとかムガルとかティムルとか出てくる前までは1回で終わっちゃいます。なので、さあ一体どういうところを覚えていくのか、ちょっと勉強しておいて、復習テストでやってみてくださいね。じゃあ以上、ここまでです。どうぞ、ここは新しいこのスタジオ見やすかったですかね。ということで、今回これで終わりにしましょうね。それじゃあ、ショコラマサラ。バイバイ。お疲れ様。頑張ってよ。